問コーナー第2弾、ただひたすら読む。よく食べる韓国料理のチキンの店はここなんですけど、クリスピートマトチキンっていうところで週3で食べてます。だから太ってきた。湿気で髪がボサボサになります。ケイちゃん何か対策されてますか？湿気じゃなくても髪ボサボサだからもうブリーチしまくってもうね、髪が死んでるんだよね。まあでも今なんかサラサラなんだけどね。トリートメントしたてなのでサラサラです。私はパサパサに見えないようにはオイルとかつけてるけど、もうそれしかないと思う。雨の時期とかはね、梅雨だし、うん、オイルつけるかポニーテールするとかかな。もう外出れないよね。名古屋で見かけたら声かけてもいいですか？ぜひ。ワン、骨格なんですか？骨格私わかんないんだけど、何なんだろうね。なんかではなかったんだよ。ウェーブと何かのなんか中間ぐらいだったんだよね。なんだっけな、調べてみよう。だってストレートとウェーブ2つ持ってんだよね、うち。そう、鳩胸なんだって。すごい鳩胸ストレートなんだけど、私首も長いの。首長いのってウェーブなのって。でもね、ウェーブストレートだと思うんだよな。私お尻もこういう感じなのよな。確かにこれ見てるんですよ。あ、同じだ。同じ見てるよね。ストレートだと思うな。ナチュラルではないな。ナチュラルってなんかちょっと細身な子。ウェーブ、筋肉よりも脂肪がつきやすく、骨が細くて華奢な、薄い華奢なボディライン。肌はふわふわ柔らかい質感です。そんな、なんか肌まで違うんだ。あ、私ストレートだわ。筋肉がつきやすく、体全体に厚みがある立体的なメリハリボディ、肌に張りと弾力があるのが特徴です。いや知らんけど、その辺は分からんな。肌に張りと弾力がとか分からん。でもなんかメリハリボディなのはちょっと分かるかも。あー、そういうことよ、多分何がストレートでした。多分ストレートよ。高モチベーション教えてください。もうダイエットのモチベーションだと思うんだけど、きっとみんなが言うのは。もうなんだろう、今こうなんかすごい何もしたくないなとか、梅雨だからだよね多分。うん、雨だとね、気分がすごい憂鬱で何もしたくないなとかさ、あ痩せたくないなって、自分に負けて食べちゃうとか全然あるんだけど、これ続けたらやばいなって思うのは体重計に乗って、あそろそろやばいなってなって頑張るかな。モチベーション、あそろそろ痩せないとって言って、で食事制限からスタートして、で調子いいと筋トレまでやって、で見ててるよ。一回始めちゃうとはもうバーってやるタイプだから、一回始めて途中で体重計乗ることは絶対しなくて、めっちゃ気分下がるから、こうモチベーションがこう下がって体重計乗って、あやばい、やんなきゃってなって、めっちゃ頑張るかも。その頑張って、もう頑張ってる時すごい頑張ってんだよ。めっちゃストイックなんだよね。めっちゃストイックに頑張って、でその間はもう、あでもお菓子は好きだから食べるんだけど、まあ量も減らして、なんかね、甘いもの食べないとね精神的にきついから、それは頑張るんだけど、甘いもの食べて運動してとか、運動してとか食事制限だな一番は。そう、やっぱりね、食事制限だな私は。本当に食事、胃袋がねすごいでかいから食事制限ですごい変わるタイプ。結局モチベーションの上げ方は何だろう、今やらざるを得ないもん、ね、そう、やらざるを得なくなるな。太ると仕事にならないとか、でもなんか可愛くなりたいために痩せようとかじゃないんだよね。なんか痩せてる人だけが正解なわけじゃないし、細い人だけが可愛いとかそういうのじゃないから、なんて言うんだろう、さ食べてる時はすごい幸せで、だからこういうのもすごい大事なんだよね。こういうのもすごい大事なのよ、うん、そう、食べなくてそういうことじゃないんよね。だからね、そこを間違えるとね、すごいなんかどんだけすごい痩せて綺麗な見た目になって、すごいなんかその目指せた目標の体重とかになった時に、
果たしてそれは幸せなのかっていうね、そんなにきついさダイエットして、でいざその体を手に入れた時に幸せじゃなかったんよ私は昔。うーん、なんかもう経験のみか、全然幸せじゃなかった。食べれなくなるしね。うん、これ食べたらまた戻るんじゃないかってなる、ね、そうやって思ってる人めっちゃ多いと思う。うん、まあ、だからね、運動したらいいんだよ、そういう人は。前向きに運動すればいいんだよ。食べても運動すれば、ただ多分動けばいい。うん、だから、ね、難しいよね。すごい痩せたいとか思っててもね、正解が分かんないよな。難しい、難しいよ。他いい話だった。頑張らない、そんな、ね、幸せならいいんですよ。気持ちが、中身が幸せであれば。だからこんなね、これもたまにはいいんだけど、こんな生活を毎日してたら体に悪いから、ダイエットって体に悪いから、ちょっとね頑張んないといけない。ステイムしようかな。体に悪いの食べ過ぎたから最近。一回スキーと毒素抜かないかな。頑張るか。ステイムやったらマジで調子良くなった。本当？今教えてもらって、前3日間ファスティングやったから。最近か。前の。あ、めっちゃ前か。最初の時か。初めてやった時。教えてもらってやった時、めっちゃもう体調子良くなった。調子良くなった。それいつまで続くの？え、でもね、いつやったっけ？結構前だよね。なんかね、5月ぐらいからちょっと不調になってきた。またやっぱ毒素が快便じゃなくなってきたの。それまではマジで何食べても、何やってももうすぐ、結構すぐ出てきた。なんだけどやっぱ2月ぐらいからやったの。そこから5月、毒素が止まるんだな。じゃあ3ヶ月おきにやるといいっていうじゃん、ファスティング。それはそういうことなのかな。そういうことだな、ちょうどいいじゃん。ね、いやー、ファスティングきついよね。ちゃんとしたファスティング1回か2回しかやったことないけど。きつい。なんか普通にフルサイズいけそう、一人で。いける気がするんだよね。これだったらやばくない？怖い。でも全然いけちゃいそう。怖いわ。これと幸せなんだから。なんかね、自己紹介してほしいです。今更ですが。キエです。それは知ってるよね。1997年6月29日の24歳です。になった。最近。あとなんだろう。A 型です。だいぶ O 寄りの。O と B 寄りの。O 型と A 型です。会う人には O 型って言われることが多いかも。 A はあんま言われんかも。O ではないかな。 O って言われる。157センチです。体重はちょっと非公開で NG でたまに言ってるけど。本当？でも太ったんだよ。また太ったんだ。痩せてる時は言います。小顔のためにしてることを教えてください。小顔はね、あ、電気バリブラシはあのリフトアップのためにやってるかな。小顔のため、小顔、骨のさ、骨の形って変わんないから角問題だから、多分小顔になることは無理。生まれつきだから無理だと思う。たるみたくないから、こう上げるためにお家でケアしたりとか、マッサージとかしたりとかは、まあ、撮影前とかにはするけど、小顔になるのは、でもそれでむくみとかも取れるし、見た感じはシュッてなると思うんだけど。でも私がよく見てる韓国アイドルの人が、冷蔵庫にパックを入れといて、でそれを朝つけ、15分とかつけるとひんやりしてむくみが取れるって言ってた。やろうと思って、パック冷蔵庫に入れようって今日思ったんだよね、朝から。まあアイドルが言ってるから。めちゃくちゃ小顔のアイドルが。そんだけさ、ダイエット頑張ってもさ、なんか元々のさ、足のあれとかもさ、絶対変わんないじゃん。変わんない。どんだけガリガリになっても足棒になるはずないもんと思ってる。どんだけ痩せても
下半身が太い人ってどんだけ痩せても多分下半身は太いままだし、あ私だ、結局そういうことなんよな。どんだけ痩せても顔の大きさ変わんないし、うん、骨格問題だから、だから上半身が太ってる人とか下半身がだけ細い人とかがいるわけよね。小顔は本当にだって昔から小さいもん、むくみが取れてるだけなんよな結局。でも私は東京にあるニコっていうところは小顔じゃなくてもうここがもうすごいシューってなるのね。だからねもう撮影前には絶対に行ってて、もうめっちゃねいいとこなんでぜひ行ってもらいたいんだけど、予約取れなくなるとか困るから宣伝はしないですが美容医療は何かされてますか？美容医療ってなんだろう。ハーブクリニックで2週間か1ヶ月に1回イラストリアスっていうエステ、顔のエステ受けてます。あ違う、それは美容医療じゃない、エステ。美容医療だったらベルベットスキンとかは針刺すから医療になるからね。でも医療でやってるよね。うん、そこのクリニックは医療だね。じゃあ医療だ、うん、めっちゃお世話になってます。あとは体型維持に気をつけてること教えてください。あ私ね維持できないタイプなんだよね。痩せては太っての繰り返しなんで最高に体に悪いですよ。だからね体型維持って難しいよね。私相当この幅が ね、変動が激しくて体重のだけど顔があんまり太らないタイプだから気づかれない人に、うん、5キロとか太っても全然気づかれない。私 YouTube 始めますって言ったぐらいから5キロぐらい太ったと思う今。うん、名古屋の中で食べ物のおすすめありますか？ある？名古屋駅、いや普通に名古屋でってことかな。まあ来たらひつまぶしは食べてほしいけど、でもそんななんかひつまぶし食べることないよねうちらは。別に食べたことない。食べたことないの？食べたことない。絶対食べたよ。好き？うなぎ、うなぎ、なんか骨が多いからあんまり好きじゃないです。うなぎは食べたことあるけど、ひつまぶしがないってこと？うん、うなぎの方が美味しい。え、うなぎの方が美味しい。じゃあひつまぶしは、うん、ひつまぶしはなんかさ、だし、そうそう、だし入れるんだけど、うち的にはなんかだし入れるのがあんま好きじゃなくて味が薄くなっちゃうの。あだけど、普通のうなぎよりひつまぶしの方が、あのうなぎがカリッと焼かれてるらしくて美味しい。そうだからひつまぶしのカリッと焼いてあるうなぎが食べたい。で、だしはいらんのよな。1回ぐらいしかやんないあれこんだけあって、あれってあんま食べないな。味噌カツの方が食べるか。味噌カツ好き。うちコメダの味噌カツサンドめっちゃ好きなんだよ。めっちゃ好き。味噌カツ食べた方がいい。味噌カツうまいけど私ヤバトン結構味濃すぎて、うん、まあ、美味しいんだって、美味しいんだけど味が濃いからちょっと最後ダウンしちゃうよね。だから人生で2回か1回ぐらいしか行ったことない。私も1回ぐらいしか行ったことない。ね、ないよね。だけど地方の人とかよく行ってるイメージ。あと店有名やな、うん、でも私あんま行かんけどな。ラーメンをさ、そんなさ、なんだろう、駅地下とかで行こうと思わない。車なら行くけどラーメン行こうぜってならない。え、じゃあご飯何する？ラーメン行こう。3軒目とか4軒目は昔は行ってたけど、ラーメンとか全然食べてないわ。ジャージャー麺だわラーメン最近食べてないな。なんか家族でご飯行くときになんかお父さんがラーメン食べたいって言ってラーメン行くとかならある。お父さんにどんだけ階段すんのって言われた。3回ぐらい階段をしたら怖いどんだけすんのって言われて。本当にそれだよ。そう、好きなんだけどね。うまいあのさ、チャーハンめっちゃ好きなんだけど、うん、美味しいよね。これは全国だからね。岐阜タンメンも好き。岐阜でも、あ、岐阜にもあるけど名古屋の方がいっぱいある。あ、じゃああれは名古屋名物でいいのかな。いや、もう岐阜タンメンって書いてあるから岐阜だよね、あれ眉毛サロンは行ってないです。眉行くはね、あ、ラッシュアディクト持ってんだけど、あのね、なんかあんまりね、なんて言うんだろう、眉毛欲しいって思ってないからさ、やっぱそういう風に思ってる時ってさ、塗る努力をしようと思わないんだよね。
ったけど、サロンの方にはした方がいいって言われたからしなきゃって思ってる。 YouTube の大食い化企画以外食事制限してますか？毎日がこういう食事ではないけど、毎日が食事制限してる生活ではないよね。だからといってなんか大食い企画のために食事制限してるとかはないけど、こんなに毎日食べてたら多分胃が大変なことになるよね。普通に気持ち悪いよね、毎日。気持ち悪くなってる、こんな毎日食べとったら。毎日気持ち悪いし、なんか食べてる時は幸せなんだけど、ね、食べ終わってああ苦しいってなった時に何も動けないのが結構辛い。なんかビュッフェとかってさ、なんかもう今行くことないけどさ、後悔することない？食べ過ぎた後なんかほんと気持ち悪くてさ、動けないってなるよね。高校生の時よく行ってた串屋物語とか行ってたじゃん。懐かしくない？懐かしい。めっちゃ串食べてた。今考えたら最悪だな。絶対に油あんなに食べれない。無理あれは。串は普通に好きだけどあんな食べれないな。うん、うん、マジでリップ取れてない、怖いわ。歯列矯正具合はいかがですか？レポ知りたいです。 YouTube に載せました、こちらに載ってるので見てください。ね、結構詳しく説明したよね。うん、全部答えた。そう、全部答えたのでぜひ見てください。落ちないアイラインのおすすめ。聞いたことない。落ちないアイライン、基本落ちないけどね。ケイト、うん、ケイトで落ちてんなって思ったことないけど、ケイト自体がさ、高いやつじゃないから、まあ、デボコスの方が落ちない可能性は高いよね。落ちないと困るけどね。なんかメイク落としとかでシャシャッと落ちないのが結構嫌かな、私は。重たい。いやー怒ってんの今。怒ってんの？かわいい。かわいい。すごいでかいんだよね。せーの。8キロ以上。あんたもさ、ダイエットしないと食べてばっかだからこんなお腹が大きいんだよ。デブもかわいいけどさ。まあでもね、この子はね、もうあれなんですよ、種類が大きい子だから、しかも男の子でまだね成長期で、うん、ラガマフィンって言うんだけど、8キロから10キロぐらい大きくなるって先生にも言われてて、うん、手がすごいでかいよね、もう、うん、太い。そう、だから手が大きい子って大きくなるからデブではない、通常の猫のサイズなんだけど、ああいう品種。そうそう、品種なんよ。こいつでかいもんな、まあ、運動はさせないといけないね。ごちそうさまでした。チャンネル登録と高評価ボタンと、あとコメントもお待ちしております。じゃあねー。